今日の話は、使命という斉藤一人さんの本の中から人生を好転させる道とはという話です。まこの前の段階にも書いてあるんですけれども、使命とか妄想というのは自分を喜ばせるためにするものだということをまあ斉藤一人さんは言ってます。まあ後から使命も出てきますけど、えっ、ー、と普通の人はそれをしちゃいけないと言うんだと。 えー、楽しませしちゃいけないと思っているとだけれども自分が楽しいから初めて、えー、他の人も楽しませられることができるんだとちょっと前までは個人の幸せを願うなんてとんでもないことだった、えー、そういう時代もあったんだけどあの時代は魂的にはまだ成長の途中なんだと、えー、個人の幸せより国の幸せとか立派なことを言っていた時代もあった、えー、だけれども個人より大切なものがあるような気がしていた時代はもう卒業したんだと 今のの時時代代世紀はこの時代なんだやっと魂がここまで成長したんだ一人一人が幸せになる個人が大切になったら戦争とかやらないよ楽しいことを考えてみたら分かると思うけどね自分が楽しくなるということは自分を愛するということ。 自分が楽しくなると自分を大切にすることが分かってくる自分を愛することが分かってくるそれが自分も周りの人を幸せにするだからまず自分が幸せにならなきゃいけないんだと自分が幸せになったらその波動を他人に分けてあげるんだと自分が不幸だったら不幸な波動や不幸なバイブレーションしか分け与えることができない不幸な波動がにじみ出てきちゃうんだよとそれをやっちゃいけない。 簡単に自分を楽しませるることができるのは妄想と使命なんだ。妄想ならいつでもどこでもできるお金もかかわらないよみんな自分を忘れちゃだめだよ自分は飢えてもいいから他の人に役に立ちたいって自分が飢えて力も出,て出ないのにどうやって人助けをするんだろうと妄想ってのは楽しい夢を見るってことですよね幸せじゃない人に幸せを出せって言っても無理なのないものなんか出せないよあるものしか出せないんだ だから運勢を好転させたかったら人の幸せに協力することなんだ。俺が幸せなだけで周りの人が幸せなんだ。俺が機嫌が悪かったらうちの会社の人からお弟子さんから何からみんな気を使って疲れちゃう。だから自分がいつも機嫌よくいるっていうことはね愛なんだよ。大体いいね人の幸せを考えないで運勢を好転させたいなんてそんなことはできっこない。す、まあ、太郎さんはですね 「よしく」という「勧め」というコラムでこんなことを書いてんですね「夢が叶うことは面白がることです」「夢って深刻さを嫌うんですよ」「予しとはまだ成就してない夢や願望をですねまさに既に達成したかのように前もって祝ってしまうことなんですね。ですからまさにこの楽しい妄想っていうのも面白がることが必要だという話です。